はい、次はですね阿蘇の草千里ヶ浜っていうところに来ました。ここはもうね阿蘇山の河口の近くなんですよね。でね今ね K2 はね車の中でダウンしております。寝てるんでちょっとね一人で行ってこうかなと思うんだけど、行きますよ。じゃじゃーん、すごい、こんな草原の中にわかるかな、ここ湖っぽいのがある、すごい景色だね。ほんと阿蘇はほんと草原だよね。草原、木があんまりない、まあないことはないけど草が多いで、放牧されてる馬とか牛とかが多いんだよね。ここもね乗馬ができる馬とかいるんですよ。あと向こうの方にねちょっと見えないけど、あっちにも馬とかいる。ちょっとねこの水たまりの見てみようと思って近くに来たんだけど結構すごい、いきなり湿地帯というか、ここはなんでこんななってるんだろう、後で調べてみます。でもめちゃめちゃ綺麗だな、この水面にね反射してるのが綺麗ですね。で、あっちには大馬さんがいます。なんかね、至る所に馬の糞らしきものが結構転がってんだよね。気をつけないと、いっぱい落ちてるから。いいスポットですね、ここは。なんか気持ちがいいというか、うん、で、上の方に結構またね人がいるんだけど、ちょっとめちゃめちゃ急な坂道なんだけど、これまた行ってみようかな。ぐーっと向こうの方まで行ってみたい気もするけど、映像じゃ伝わんないけど結構な距離あるんで今日はやめときます。で、上の方はこれまた結構な距離ありますけども、上の方に行ってみようかな。いや今日ねもう朝も早かったし結構移動距離もあるんで、 K2 はね多分ダウンしちゃいましたね。まあ、彼もね日々忙しそうですからね。私もでも今ね30分ぐらい実は寝てきたんですけど、寝たらすっきり、今結構フルパワーです。なんか阿蘇ってすごく本当に広大で大自然って感じで、日本にいっぱい自然はあるんだけど、ここまでこう面積の広い自然っていうのも珍しい気がする。山とか、ね、森とか行っても木が多いけど、ここは草が多いから、まあ北海道とか多分多いんだろうけど、あんまり北海道も私行ったことないので、またちょっと鹿児島とかそういう田舎だったり、この間行った北陸だったりの田舎の風景とはまた全然違いますね。ただね本当に影がないんで、真夏の熊本はやばそう。影がマジでない、木がないから、うん、山に入っても草なんで結構ね影ないから真夏は大変だと思いますよ。登り坂を登って上の方までね行ってみたいと思います。よし、登ってきましたよ。いや結構急な登り坂でしたけど、さて何があるのか。あれ、遠くに何もない、おかしいぞ。やっぱこっちが河口なのかな、多分こっちがやっぱり河口ですね。うん、すげえな、そう思うとすごいよね。あそこが噴火するところなのか、噴火したところなのか、びっくり、こっちかと思ったらこっち何もねえんだもん。はい、何もないですけど、でもこの上から見るこの河口の、景色も素晴らしいものがありますね。なんて人間はちっぽけなんだと思わせるようなね、大自然の景色です。
はい、じゃあね、このね、阿蘇、まあ結構いろんなもの撮りましたけど、まあ全部いいもんでしたね。皆さんに伝わったかな、伝わってれば嬉しいですけど。はい、じゃあここからはね、そう出まして、熊本県の天草の方に移動しようと思います。馬ちゃん、近くに来たの。馬ちゃん、起きたようです。パパさん、この馬でかい。よく寝れましたか？嘘つけ。寝てただろ。ぐっすり。はい、最後の場所行きますよ。はい、阿蘇を離れて天草の方に来たんですけど、ここはね、長田部海床路というところで、めちゃめちゃね、夕日が今綺麗なんだけど、ここに海床路がね、あるんですよ。海床路って何なのか分かんないけど、人がね、今歩いてると思うんだけど、ずっと歩いていくと、その先に海まで繋がってるという感じのところになっております。この景色はこの景色で綺麗だけどな。すごい。で、一応ね、ここもドローンの許可取ってるので、ドローンを飛ばそうと思います。結構ね、人いますね。やっぱちょっと有名になったから、すごく偏僻な場所ではあるんだけど、まあでも地元の人たちだろうとは思うけどね。なんかこの辺っていうか、熊本県はワンピースの、ワンピース知ってます皆さん？あの漫画のワンピース、俺は海賊王になる、ルフィのね、ワンピースの原作者小田栄一郎さんの出身地ということで、そこにね、ジンベエがいるんです。ジンベエさん知ってます皆さん？ジンベエさん、ジンベエさんです。ここはね、めちゃめちゃこうストレートになってていい感じなんで、ここからね、望遠で撮ってみようと思います。今ね、海水がめちゃめちゃ引いてるんですよね。一番引いてる干潮かもしれない。で、本当は満ちてるとこの通路が海に、海水に入っちゃうんですよ。だ、それをね、撮りたかったところではあるけども、まあこれ分かりゃしょうがないよね。ちょっと奥まで行ってみますか。こんな感じで貝殻がいっぱい落ちてる。潮干狩りとかできるとこなのかな、分かんないけど、干潮ですね、完全に。これがね、この通路に波がザブンザブンって来るのがちょっと見たかったんだけどな。残念ですけどね。OK です、 OK です、完璧。
あ、見えなくなる。あ、沈んだ。早っ。沈みました。はい、というわけで、今日の撮影全部終了しました。めちゃめちゃいっぱい撮れた。めちゃめちゃいい写真も動画も撮れて、もう大満足でございます。で、昨日もね、お風呂には入ってないで、今日も車中泊なのでお風呂入れないので、温泉施設に来ました。もうこんな季節ですね。アジサイ、そしてこのお風呂の名前はアジサイの湯ということで、アジサイの湯入ってきます。はい、おはよう。ちゃん、おはよう。船から餌をあげてるんですね。岩脇です。ベストなね、写真を撮ろうと思います。